大葉漬けを用いた桜餅大葉漬けは桜の葉の塩漬け。桜餅や魚の桜虫などの調理に用いられる。かつては東京では色の鮮やかなもの、京都では香りの良いものが好まれるなどの地域性があった。大葉漬けには主に大島桜の葉が用いられる。塩漬けによって生じる独特の芳香と深い緑色が好まれること、や 八重桜などと比べて葉がかなり大きくぶげもないことなどが大島桜の特徴である。山桜の葉は塩漬けにしても方向は全く得られないが大島桜の雑種であるソメイヨシノなどは方向を生成する。大島桜の葉は伐採から4から5年経った株から5月頃に収穫するものが形や大きさ、香りなどが良いとされる。収穫は9月頃まで。 株ごとに月1回行われ、1株から250枚の葉が取れる。葉は大きさによって分別された後に50枚ずつカヤなどで束ねる。鮮度が品質に大きく影響するため、大葉は収穫した日のうちに工場で塩漬けにされる。塩漬けの容器には、かつては4トソンが使われていたが、近年ではさらに大きい直径、高さとも2メートルもの樽が使われ、 一つの容器に200万枚の大葉が入る。損の中に大葉を円形に並べて塩を振り、500束の葉に対して塩 10kg ほどが使用される。これに重しをかけて蓋をし、半年から1年かけて塩漬けされる。なお、塩漬けを始めて2から3日で香りが出始め、1ヶ月後には方向が生成される。また、塩水から取り出すと葉は変色してしまう。 日本国内で消費される大葉漬けの約70%は静岡県の松崎町で生産されている。当地では風が強くないため葉がすれ合わず、日当たりと水はけの良い段々畑があることが大島桜栽培に有利に働いている。隣接する南伊豆町の小浦では和菓子の製造者に向けた大葉漬けの生産が1910年頃から始まった。当時の小浦では 高配地の山林で木炭用に生育の早い大島桜が生育されており、大罰付は周運で結ばれている沼津港に出荷された。その後、需要の増加に応えて隣接する松崎町の岩品川上流地域でも、大罰付の生産が始まり、1932年には松崎港からも出荷されるようになった。1950年代以降に燃料革命によって、 木炭の需要が減少すると、炭焼き産業が衰退して、新炭樹からの葉の採集が困難になった。一方で桑や小麦の生産も低迷していたため、これらの作物の畑で大島桜の栽培が始まり、栽培法の改良をもあって1960年代から松崎町で急速に畑での栽培が広がった。小浦のようにマーガレットなど、新しい缶金作物の生産が、 盛んにならなかったことも影響している。1987年頃が松崎町における生産のピークであり、その後は栽培農家の高齢化が進んでいる。2001年には道町の大葉付が香り風景100選に選出された。ありがとうございます。